ヨウが使った杖。一本目の杖、賢者の石、秘密の部屋で使われた杖。最初はチャーリーのお下がりの杖を使っていました。秘密の部屋の序盤で折れてしまったためテープを巻いて使用しています。二本目の杖、アズカバンの囚人以降使われた杖。3年生になる前に買ってもらった杖です。人さらいから奪われるまで愛用していました。3本目の杖、ピーター・ペティグリューの杖。ピーターがオリバンダーに無理やり作らせた杖です。マルフォイの館でロンに忠誠心が移りました。ホグワーツの戦いでもこの杖を使用しています。